お疲れチャンスラッです。今日ですね、こちらのキャセケバルーンやっていきます。ということでね、レイジが入ってます。もともとは雪玉ですかね。雪なんですけども、まあレイジもね、なんかこうぶっ壊れたって言われて、全然弱いやんけと言われながらも、まあ使えないことはないよねというね、ぼちぼちなカード、まあまだまだね、なんか刺さるときはやっぱ刺さるみたいなね、スケとかコウモリとか処理できるんでねと言ったところもあるので、まあバルーンとはね、あとはレイジもともと組み合わせもね相性もいいので、ちょっとねやっていこうと思います。で先日のねなんかオフ会もあったんですけど、そう、その時にもねちょっと使って結構良さげねだったので、個人的にもおすすめかな。もともとスケ雪玉かな、もともとはゴブリンがスケで、レイジが雪玉で存在するテンプレの、まあ、現環境バージョンみたいな感じなので、はい、バルーン使いの方とか気になった方はぜひって感じかな。はい、さあということで、まあこれらへんもエリジャイですね。エリジャイじゃないかもしれません、ね、でちょっと先日オフ会があったんでね、ちょっと久々の不快でもねえかな、ちょっと前に一回あったかもですけど、あ、これバルーン行ってトリトンでキング起動したいな、ちょっとあれ死んじゃうかな、キング起動する前に、もしかしたらの子、はい、なので行ったもん。そしてオフ会があったんでね、まあ、来てくださった方々はね、まあ分かると思うというか、めちゃくちゃ良かったんですよ本当に。そう、しかもなんか今回倍率がね70名に対して多分300人近くの応募が来たみたいで、そうちょっとね抽選落ちちゃった方はちょっとまたの機会があればぜひね本当に来ていただきたいんですけど、マジで楽しかったね。オフ会はしてみるとね、こっちがやってる側もマジ楽しいんでね、ちょっと機会があったら全然ちょっといろんな方にも来てほしい。よいしょ。しかも今回はもう本当に麦とか今までオフの場に絶対来ないかったというか、まあ初めてね、そう、オフ会にも来てくれて、あと KK がねちょっとこうメインからはねクララはまあ続けるけど競技シーンをこうゴリゴリやるっていうのはね、もうちょっと今年でね終わるっていうちょっと発表もしてる中でのオフ会だったんでね、ちょっとサプライズ映像みたいなのもありながらの、KK がいるにもかかわらずマジで泣きそうになりました。はい、いやちょっといろいろあってね、っていうのはまあいいとして、行ってこいバルーン、あ、もうやべえ、ちょっとチンパンしたかな、お願いやべえ、なんか怪しいんだけど、お、マジで今トネ使ったっすよね。でこれは完全に俺の流れ、え、トネ使って、お、え、もう一発、おい、からのもう一発、ういー、さあ甘えましたね、あなた、あなた絶対ユニットいっぱいいるからっつって甘えた攻め取るのをしてきたので、ぶちかましですね。まあなんかどうだろう、ディガー削りと、まあ、今みたいなタイミングでバルーンルート強制コウモリレイジでノリノリマサノリラディって感じでいくといい感じになります。まあ、基本的にキョスケの後ろにバルーンつけるなり、コウモリつけるなり、ハンターつけるなりみたいな、キョスケプラス〇〇、はい、これ必須です。キョスケプラス〇〇をしとくといいですね。でそっからまあ相手に合わせてって感じかな。おまじしだけはマジやめとし、あーマジでそうでくるような大抵やべえ、このディガー、しかも犬い、うわやべえ、ちょっとお前マジで金起動だけします、射抜いてもいいんだけど近畿度だけさせろ、おい、許します今ので、いやマジヤンキーすぎ、普通に考えたら
マジで、アホチンパなんだけど。マジでアホチンパンすぎるしばく。でも負けそう。いやでもこれは相手が、まあ、マジアチとエレキが着衣なんですよね。俺からしたらエレキの方がいいかな。もうでもキョスケバルーン組めば絶対しんどいと思うんで、まあもう苦しいな。でも俺がなんだかんだいい攻めだったパターンもあるよ。まあ一旦しかもねこれで圧着をね処理できるっていう。うわーめちゃくちゃうまいヒースティアン。終わった。まあやべと思うじゃん。さあ勝ち筋はちゃん左ぶっぱもあるな。ユキじゃないんで相手が。お、来た。これ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 一発。よし計算通り。よし、はい、はいはいはい、いいぞ。殴ればいいぞ。いやこの足生きてんだけどな。いや生き毒か、行ってから考えようぜ。えマジ、あーサンリババ偉いな。飛ばせねえかな。残ってるな低めで。これは上を押さえたい。ああめっちゃうまいそれ。うん、いやーでもまあまあまあ、いや悪くはないぞ。結構イケイケなんですよね相手が。そのイケイケに綺麗にやられてる。まあ、着いるんでこういったところでみたいな。もう一回待ちます。待って攻めさしてを回収してっすね。ありそう。マジ絶対いい俺の流れ来てます。でレイジがね意外とねこう処理できるんで、できたら熱いんだけど、できなかった。いや一発、いやなんなら2発。あれあれ強い強い強い。えマジレイジ強いぞ実は。だいぶ渋い。攻め寄ってきそう。よしよし、はいからの、はい、もう飛ばして、よいしょー、かましてく。いや危ねえな、なんか相手のペースでしたねずっと。まあでもね、この粘れる粘れる強さもこのデッキのね強み。押し切られないね、キョスケハンタートリトン。よし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 、耐えたね。マジ、リガーレイジがね、意外、あの、バルーン、ん？俺のじゃねえな。バルーン、リガーレイジが、リガーで相手のね、ターゲットも取りつつ、マジアチャとかのターゲットを取りつつ、レイジでね、一応ダメージもあるっていうのがね、いいね。しかもバルーンも加速する。そう、だからこのバルーン、リガーレイジっていうのがね、個人的に結構、組み合わせがいいんじゃねえかと思ってるんですけど。あーこれさ、まあ、さすがに行くんすけど、もう戦うしかないよね。
あーやべえかな、あーやべえかな、もしかして非常に、いやーこれはもう左守りな、やべキングいかれそうと、だいぶ低い、ちょっと待って、マジで俺本当になんかごめん、なんかごめん、え、あーなるほど、あ、なるほど、マジかそういうのもね、あります、はい、切り替えがね大事です、はい、攻めキョスケがないらんかったっすね、どんまい、どんまい、えい、迫撃砲なのでアチャクイを抑えたら逆サイにエアバルーンを飛ばすとグッドゲームになってくれそうですが、どうでしょうか、真ん中アチャクイ、あー、まあまあ、待ってもそうそうですね、マジでこれはレイジでバレるっていう対空、多分ねアチャクイだけの、まあ、最近のやつだと思うんで、ゴブリン頑張れ、とるんでもないぞ、アイスビー使ったな、はい、おお、いいいい、ディガコさあアイスピ使った後のコウモリはね強いね、そこにアチャクイ使わして逆サイバルーンでグッドゲーム未来まで見えましたと、さあまあ始まりアチャクイ用にキョスケも取っときたい、相手はバルーンだと分かるので多分ケツキョス、ケツアチャクイもできないとなると、あーだいぶ暇になるな俺、お、これ美味しい、武器がないんですよね相手これそうそうそう、わあ、ナイトって痛いのかな、600だけならいいよ、あーだいぶ痛いな、まあ無理せず、うっ、うわ出てく、えらい、これ熱い、マジで世界変えれるこの攻め、うわーボーポイ早っ、2秒でボーポイしてくれやん、うわーうわっちゃく1個も出さんすね相手、これがうめえ立ち回りか、さあでもボーポイを誘うのもあり、低め低めで、よし、いやまあさすがにそうだよ、いやマジポイズン強い、ポイズンだけでバルーン飛ばるのこれ逆行かなきゃいけないっすね今さら、さすがに相手がうまい、タゲ取れ、おディガーに行ってる、完璧すぎる、しかももう一発、もう一発、うおーぶち込む、いや相手うますぎ、
なんかバルーンの防衛がね、テクニシャンでしたね。危ない。さあ、レイジがね、そこそこにいい味を出してはいる。もうさ、マジで可愛い。さあ、フェニー、まあ、フェニックスといえばもうラバかエレジャイぐらいにしか入ってないですからね。まあ、えぐ知ってること。えぐい。ちょっと待って、エレジャイ強いんだけど、だけどよ、今結構ボス使ってた。レトレム使ったんでからのこれよ。いけ、いやー、まあ一発いっただけでよしとしよう。しかもフェニックスの弾も飛んだんで、それと次からはキョスケで、まあ右低めにハンターですね、からの結構左にトリトン。さっきぐらいのな位置だったらトレネ、思ってる以上に想像よりもあれ円がでかいんで、レイジの円を小さくするなら明らかにキョスケじゃねえよ、あのトレネの円をね、レイジぐらいにしてもいいんじゃないかっていう思いもあるんですけど、さあ、やばいな。でもこれもう止めちゃって、トレネぐらい来るか。まあでもトレネぐらいしてもみたいな。うっ、あれマジ強いな強すぎる。いやでもここはフェニーがいいんだな。ルート強制して大砲向こうにしたい。いや逆にやばい、生まれちゃったよ。いやでもちょっと俺の方が回転早い。ここは行ってよくて、うわー、確実ね、防衛ね。いやそれ一番されて嫌でしたね。さあ、トレの相手を回さなきゃ。よしよしよし、あーやべ、あぶねー。お、しかもあっち行った、でかいぞ。どれくらいしたらもう一旦、うわー、いいフェニックス。リガーで削る。よし、フィジカルよ、これが。高間ヘニックスやべえとか、ライト削りくる。うー、そうなんだよ。まあ、ちょっとトルネを使わせる。で、拾われたくない。トルネこれ使わんとやばくない？やばいよね、絶対。うわ、使わない。うわ、渋い。マジ渋い。鳥が強い。うわー、めっちゃいい、その受け。やっぱタワーに巻き込むべきだったか。いや、鳥の使わして、鳥先使って、うわ届きそう。やばい、待って、走りそう。おおおお、よっしゃーい。危ない。いやこれなんか危ないね。もうゴールない、ゴールないだけ、これだけ気をつければセーフ。エレジャイの香り。
明らかに今エリジャイのプロフィールしてたっすね。さあタル、ああもう、ああもうよ、こんなフェニックス、ああ確定、さすがに確定っぽいが、よし、いやエリジェイマジで多いね。うっ、さあさすがにエリジェイ蓋してくるのかな。もう一回これ守ってくんのは、ワンチャンゴーレムまで見える。あれもしかしてあなた、あなたもしかしてだけど、あれあなたもしかして、あれ、うん、そう、なんか勝手に事故ってくれてる。だいぶおいしい。しかもトルネ使って、あーまあフェニックスがいるか、ディガコーまで見える。いやゴブリンだけでもなさそうだな。フェニックスをこれなんか無視されそうなんで、めちゃくちゃ嫌がらせ。ディガよし、まあ無視か、ああ対応すんかい。対応してくれるなら出してよかったですね。さあ相手が完全に中途半端になってます。この辺でユニットを残す。いつもよりも一個奥めに取り倒しちゃう。さあ卵処理ゴブリン、いいね。さすがにこれは相手ももう諦めて良さげな。守ってバックもやる。うっ、いや強い、強い。お、さて怪しい。助けのバカに入れたいよ、せっかくなら。お、あこれも全部なんとかなりそう。いるし、さあナイス。いやキョスケの安心感がねマジででかい、うん、グッドッケー。さあというわけでこちらキョスケバルーンね、皆さんもやってみてください。チャンピオンもないのでね、はい、おすすめです。ではおっちゃんです。